はい、速稼塾の久保です。今日は8月20日4時42分の相場解説になります。ちょっとね、ウェブカメラとマイク結構いいのを探してるつもりなんですけども、なかなかこれだってのに行き着かないんですが、皆さんおすすめのがあったら教えてくださいね。で、ドル円のこれ1日足を見ています。この1日足はしばらく見ないとわからないよっていうところで止まっていたと思いますけども、ちょっと1日足ね、日足に関しては私ね、上で推移するのか、それとも下に移ったのかってことが捉えきれないでいます。で、もしかしたらそういう概念ではなくて、バラバラとね、行くのかもしれませんね。こうやってギザギザしながら。ですので、ちょっと一日足はね、方向性を今、なんとも言えないところなんで、早々に閉じさせていただきます。で、4時間足についてなんですけども、4時間ね、通常でしたら、これズバッと突き抜けた後、ここまで迷いなく行くのかなと思ったんですけども、行かないですね。ここも抜いたのに。ということで、ここで新しい力点が生まれたと思います。ちょっともう見当たらないんでね。ですので、ここからの突き上げ。これはもう私の力では取れなかったなってとこですね。じゃあ、この後の展開を見ていかなくてはならないんですけども、この後の展開はどうなるのかと言いますと、はい。ここですね、ポイントは。揉み合ってるところで、今日は揉み合うと思いますんで、ここを抜けたら、まあ多分抜けると思いますけども、倍の方に行くと。どこまでを狙うかっていうと、もうお分かりですよね。ここの揉み合ってるところまでですよ。ここまで取れるかなっていうところを見ていくのが、20日のミッションですね。で、そうではなくて、この揉み合いにぶつかって、跳ね返って下に行くようでしたら、これは、セルで取っていくことも考えるんですけども、どこまで取れるかっていうとこっちですよね。というところでちょうどね、今、現時点でリスクリワードが真ん中になってるところなんじゃないかなと思うんですよ。上幅も下幅もほぼ一緒と。で、おそらくこれは106円、107円の方向に向かうんじゃないかなと思いますね。ここでもう、こう潮目の変わりが訪れてますからね。ダブルボトムとまでは言わないんですけども、ちょっともう下には向かいにくくなってるのかなっていうところを、今までの4年間の経験から私は掴んでます。もちろんもっとね、鋭い考察の方もいらっしゃると思いますけども、私は倍の方に行くかなっていうところですね。もうちょっと様子を見た後倍で入ります。それでは